皆様こんにちは扉システムズ株式会社代表取締役社長の秋田敦史です2023年10月期の決算についてご説明します本説明会の目次です決算ハイライト事業概要第4四半期のトピックおよび業績 そして2024年10月期の見通しについて説明いたしますまた当社のサステナビリティレポートにつきましても概要を説明いたしますまず決算のハイライトです2023年10月期通期の売上高は20億6100万円であり前年同期比122.6% 営業利益は六億八千二百万円で、前年同期費百二十六点三パーセントとなりました。迷惑情報フィルタ事業のサービス別売上高では、モバイル向けが十四億九千万円。前年同期費百十七点二パーセント。固定電話向けが一億九千三百万円。前年同期費百十七点ゼロパーセント。ビジネスフォン向けが億万円。 3億 3, 万円前年同期費となりましたそれぞれのサービスの成長の理由については後ほど詳しくご説明いたしますが先週11月30日に業績予想の修正を公表させていただいた通り第4四半期においても順調に事業を前進させることができましたので2023年10月期通期でも計画を上回って成長することができました。 ここからは改めて、当社の事業についてご説明します。当社は、私たちの生活、私たちの世界をより良い未来につなぐ扉になる、を企業理念として掲げています。この企業理念に基づき、誰かがやらなければならないが、誰もが実現できていない社会課題の解決を革新的なテクノロジーで実現することを事業方針の軸としています。 現在、私たちは人を守るという視点で事業を推進しており詐欺被害やグレーゾーン犯罪など迷惑行為に悩む人を亡くし誰もが安心して生活できる社会を実現することに挑戦していきます。スライドのグラフは売上高の成長を示していますがこれまで機種に決めた目標をしっかりと達成し売上高は創業以来一貫して前年度を上回って成長してきました。 当社の授業は私の祖父であるおじいちゃんが詐欺被害に遭い頻繁にかかってくるようになった迷惑電話に悩んでおり困っている祖父を助けたいという思いで開発に着手したことから始まりました。そのの時にに開開発ししたのが迷惑電話フフィルタトビラフォンです2011年に販売を開始し 近隣警察との実証実験でその効果が認められたことをきっかけに2015年に警察庁と特殊詐欺被害電話に関する覚書を締結しました。これによって警察から全国の特殊詐欺で実際に使用された電話番号等の情報提供を受ける体制を構築しました。2016年までに 大手通信キャリア3社のオプションパックに迷惑電話フィルタサービスを導入いただき、当社の主力事業へ成長してまいりました。2021年10月には広告ブロックアプリを提供する合同会社280ブロッカーを吸収合併し、現在迷惑電話、迷惑 SMS、迷惑広告をブロックするサービスを提供しています。2023年10月20日からはスタンダード市場に移行いたしました。 当社社が挑戦している社会課題の一つが特殊詐欺犯罪やフィッシング詐欺です警察庁の公表によれば2022年の全国における特殊詐欺の被害総額は約370億円で認知件数は1万7,570件となり直近では被害額認知件数とともに増加傾向に転じています。また近年スマートフォンや 携帯電話のショートメッセージサービスいわゆる SMS を悪用し、個人情報を抜き取るフィッシングや振込詐欺の被害が表面化しています。フィッシングメールの報告件数についても2022年にフィッシングメールとして報告された件数は約96万件であり2019年から比較すると約17.3倍と急増しています。当社の 独自調査に基づくデータですが2023年10月においては宅配事業者を語るフィッシング詐欺が約9割を占めておりました1月時点では約過半数でありフィッシング詐欺の SNS においては日々種別が変動していることがお分かりいただけると思います。またた実在する企業やブランド名などを語った フィッシング先が目立っており、えー、直近ではイオン銀行様や三菱,菱 UFJ 銀行様が公式サイトにて注意喚起をされております。SMS は利便性が高く配信サービスの利用が増加していますがフィッシングメールも合わせて増加傾向であり各事業者においての対策が求められるなど社会的な負担が増加しています。 文面例を見ていただくとお分かりいただけるように身近に感じられるものが多く投資家の皆様も実際に受け取られたことがある方が多いのではないでしょうかオンラインでお買い物をされ荷物が受け取れなかったタイミングでこういった宅配の SMS が届いたら思わずクリックしてしまうこともあるかもしれません。このような 人の行動の弱みを利用した犯罪の被害は後を絶たず連日ニュースでは特殊詐欺やフィッシング詐欺被害について報道されています。今後テクノロジーの発展によって特殊詐欺犯罪の手法は今後ますます多様化・巧妙化することが容易に想像できます。特殊詐詐欺欺やフィッシング詐欺などの 社会課題の解決に向けて当社は強みである迷惑情報データベースは危険な電話番号や SMS に記載されている URL 等をブラックリスト化しユーザーが危険な電話や SMS をブロックする仕組みです。 類似のサービスは存在しますが当社と同程度のデータ量質を保有する企業は現在のところありません当社のデータベースの持つ特徴は大きく三つです一つ目は警察庁から実際に犯罪や攻撃に使われたとみられる電話番号や URL のデータを提供いただいていることですこれによって 精度の高い情報を入手することが可能となっています二つ目はユーザー数が多いことです当社サービスの月間利用者数は1500万人を超えており同じ規模の利用者を獲得することは難しいと考えます多くのユーザーから得られる統計情報を活用していることからユーザーが多ければ多いほどデータ精度が高まり 先行者である当社が有利な状況となります三つ目は大手通信キャリアでの採用です当社サービスは大手通信キャリアに採用されておりそれがユーザー数の拡大へもつながり参入消費を強固なものとしていますこの三つの強みで構成されたデータベースが当社の基盤であり当社のサービスがインフラのように当たり前になる社会を目指し 活動を続けることによって個人の幸せな時間が守られることへと貢献していきたいと考えています迷惑情報データベースを活用し現在3つのサービス分野にて製品を展開しています1つ目はモバイル向けフィルタサービスです大手通信キャリアと提携し各キャリアが提供するオプションパックに含まれるサービスの1つとして スマホアプリという形で迷惑電話や迷惑 SMS のフィルタリングサービスを提供しています。また、広告ブロックアプリ280ブロッカーを提供しており、迷惑電話、SMS 対策に加え、迷惑ウェブ広告対策までカバーしています。2つ目は、固定電話向けフィルタサービスです。 もともとは固定電話機に取り付ける外付け型の端末を販売していましたが現在の販売モデルの主力は、えー、ホーームゲートウェイですさらに2021年2月からはケーブルプラス電話のオプションとしてネットワーク上で迷惑電話の着信を自動遮断するサービスを開始しました3つ目があビジネスフォーム向けフィルタサービスです、えー、現在トラフォンビズ トビラフォンクラウドトークブックの3つのサービスを法人向けに提供しており電話業務の効率化や DX を促進しています。モバイル向け固定電話向けビジネスフォーム向けフィルタサービスで構成された迷惑情報フィルタ事業は売上の97.7%を占める主力事業です。 その中でも、売上構成の72.3%をモバイル向けフリットサービスが占めており、利益率の高い安定収益分野です。現在は、将来の収益の柱に育てたいという思いから、モバイル向けサービスの安定した収益を基盤に、ビジネスフォー向けフリットサービスに投資を行っています。その他事業は、積極的に展開しない方針です。 モバイル向けフィルタサービスに関するマーケットについてご説明します現在、私たちのアプリが採用されているオプションパックをご利用いただける方は推定で約4038万人以上いると考えていますそのうち、実際に当社アプリをダウンロードしてご利用いただいている方はまだ約1443万人にとどまっています 先ほどご説明したように、当社は大手通信キャリア3社のオプションパックに採用されており、潜在ユーザー層へのリーチが可能となっています。潜在ユーザー層に向け、通信キャリアと一緒にマーケティング施策を行うことなどを通じ、成長していきたいと考えています。次に、固定電話向けフィルタサービスに関するマーケットについてご説明します。 固定電話全体では約5044万件の契約が存在していますが、当社サービスの月間利用者数は約53万人にとどまっています。従来の電話が IP 電話に移行することによって、当社サービスの利用可能範囲が広がると考えております。え具体的には、従来型の回線であれば、電話機に外付け型の扉本を設置していただくことで、 当社のサービスが利用可能です一方 IP 電話であればホームゲートウェイ型やケーブルテレビのネットワーク型における利用方法が可能となり新たに機器を購入して電話機に外付けをしなくてもオプション契約を追加するだけで当社のフィルタリングサービスがご利用いただけます。足元では KDDI と連携されているケーブル会社を通じ、専用機器不要で迷惑電話をブロックするサービスが堅調に伸びています。当社の固定電話向けサービスにおける最も大きな成長可能性は、えー、固定電話回線で大きなシェアを持つ NTT 東日本、西日本との連携だと考えていますので、当社サービスの採用に向け、引き続き積極的に活動してまいります。 ここからは第四四半期のトピックについて2023年10月期の注力事項について振り返りも踏まえながら説明いたします2023年10月期においてモバイル向きフレタサービスにおいては注力事項として迷惑情報データベースを活用した当社サービスを複数領域へ展開することと他のセキュリティ企業との連携に向けて活動することの二点を掲げておりました 迷惑情報データベースを活用した当社サービスを複数,複数領域へ展開することに関しては2023年2月17日からは当社の迷惑情報データベースを活用した迷惑メッセージ電話ブロックが UQ モバイルのオプションサービス安心セキュリティセットとして提供が開始されました。また2023年3月1日からは 株式会社オプテージの携帯電話サービスマイネオにて提供されている広告フリーサービスにて広告ブロックアプリ280ブロッカーの広告情報データベースが活用されております他のセキュリティ企業との連携についても活動を行い現在協議を進めている段階です次にビジネスを向けの今期の注力事項についてです トビラホーンビズは引き続き安定的な成長を目指しトビラフンクラウドトークブックにおいては PMF を継続して実施してまいりましたまずトビラフンビズでは今期もさらなる代理店の拡充や機能追加により成長を維持することができましたユーザーからのヒアリングや機能拡充にも努めました アルプス処理水の海洋放出開始後海外から国内へ着信する迷惑電話が急増しえ自治体や飲食店などで被害が出ている様子がメディアでも多く取り上げられていましたこの状況を受け2023年9月7日よりトビラフォンビズで9月13日よりトビラフォンクラウドで海外からの迷惑電話を国別に一括でブロックする新機能を提供開始いたしました 2023年10月5日には2回目の海洋放出が開始され迷惑電話の被害が再び増加しましたそのような状況を踏まえさらなる対策強化として NTT 東日本との協業を発表いたしましたえ扉ンビズについて2024年3月31日までのご利用を前提とした割安なプランをご用意しておりますえさらに すで、えー、に海外からの迷惑電話によって業務に著しい影響が出ている、えー、自治体等のお客様においては、えー、2024年3月31日ままでで無償でご提供いたします、えー。この機会にぜひ、えー、お試しいただき今後の備えとしてもご活用いただければと思っています今後も NTT 東日本と協力して引き続き安心してご利用いただけるよう取り組んでまいります 扉フォンクラウドにおいては。各口コミを元にした表彰において受賞を続けています。1つ目は it レビューグリッターワード2023フォールにおいて3部門で最高位のリーダーを受賞し、今回で7期連続の受賞となりました。it レビューグリッターワードは製品利用者の評価をもとに。 顧客満足度の高い製品を選定するものであり IT レビューに集まった約6.5万件のレビューをもとに顧客満足度と認知度の双方が優れた製品をリーダーとして表彰されていますまたボクシルサースアワードウィンター2023の pbx 部門でグッドサービスを受賞しました 今回トビラフォンクラウドが受賞した PBX 部門のグッドサービスは「機能満足度 No.1」「カスタマイズ性 No.1」「お役立ち度 No.1」「使いやすさ No.1」は v o x ボ l シルサ a ス上に投稿された口コミによるサービス評価9項目を対象に各カテゴリー各項目において一定の基準を満たした上で最も高い平均点を獲得した。 サービスに対して付与されるものですラホ本クラウドは今年2月に機能アップデートを実施しスラックやマイクロソフトチームス CRM サービス HubSpot 営業 DX サービスさんとの連携機能が利用可能となりました。また直近では ファック,スクラウド化のご要望に対し日本テレネット株式会社が提供するインターネットファックスサービス「モバックス」のご紹介が可能になりました。扉本クラウドをお使いいただくことで従来はオフィスにいなければ対応が難しかった業務を自宅や外出時など自由な場所で行うことが可能になります。足元の数数字にについてては開示しておりませんが契約数も徐々に 増えてきております引き続き PMF 活動を行いながらユーザーに喜んでいただける機能を追加しユーザーに選ばれる製品へと育ててまいります扉システムズ CFO の金町ですここからは私が2023年10月期の業績につきまして説明させていただきますよろしくお願いいたします まずは第4四半期の業績です売上高5億3100万円前年同期比123.3%営業利益は1億6100万円前年同期比129.6%純利益は1億7500万円前年同期比226.2%でした各項目とも前年同期比でしっかりと成長させることができました,また 純利益につきましては、ホームページ、制作運営、支援事業、HP4U の事業譲渡による特別利益を計上しております。このような一過性の要因もあり、前年同期費226.2%と大きく成長した形となりました。第4四半期のサービス別売上高です。モバイル向けが3億7,800万円、前年同期費120.4%、 固定電話向けが5000万円、前年同期比122％、ビジネスフォン向けが9300万円、前年同期比158％です。成長の主な要因についてサービスごとに説明いたします。モバイル向けについては、2022年10月に締結した固定契約モデルの新規契約や、今年4月より契約者数かける単価モデルにおいて。 タンクアップした契約公開ができたことなど想定したストック収益が寄与したことに加え280ブロッカーにつきましてはマーケット施策がしっかりと効果を出し売上が好調でしたのでこれらの結果になります固定電話向けでは CATV 向けサービスが引き続き好調に推移いたしましたビジネスフォン向けでは扉フォンビズの販売が今期も順調に進みました扉フォンクラウドについては 足元の数値は開示しておりませんが、前年同期比で販売を伸ばしております。続いて、2023年10月期の通期業績についてです。2023年10月期は、前期比でも売上高、すべての利益において20%以上の成長となり、増収増益となりました。計画費につきましても、売上高、すべての利益において上回っての着地となり、 事業をしっかりと成長できたと考えております特に純利益については繰り返しとなりますがホームページ制作運営支援事業 HP4U の事業譲渡による特別利益を計上しており前期比において160.8%となっており計画費においても131.4%となっておりますこれにつきまして適時開示基準に照らし11月30日に 通期業績予想の情報修正及び増配に関するお知らせを開示しておりますサービス別の2023年10月期通期の売上高ですすべてのサービスにおいて前期比で15%以上の成長となりました計画比で見ますとビジネスフォーム系フィルターサービスにおいては計画には一歩届かなかった形となりますが前期比では 179.6%であり、当社の注力事項であるビジネスフォーム向けについて成長させることができたと考えております。売上高の四半期推移についてです。スライドのグラフはストック収益と一過性の不労収益の内訳を分けて記載しています。当社の基盤であるストック収益は前年同期比121.1%の成長となっており。 全資産基肥においても百一点一パーセントと着実に成長しています。フロー収益には二八マルブロッカーの売上や扉フォンおよび扉フォンビズの端末代金等を含んでおります。この第四四半期では扉フォンビズの販売がしっかりと進められただけでなく、二八マルブロッカーについてマーケティング施策がしっかりと効果につながり好調でした。モバイル向けの主な契約タイプについて説明いたします。 当社は大手通信キャリア3社とそれぞれ異なる料金契約を締結しております1つ目は固定契約毎月定額でお支払いをいただいており利用者数の増減に影響を受けない契約です2つ目が契約者数かける単価の契約通信キャリアでオプションパックを契約されているユーザー数かける単価で料金をいただいております 大手通信キャリアから、確約スマホへ移行する流れが続いており、契約者数の減少については、引き続き注視してまいります。3つ目が、月間利用者数×単価の契約。当社のアプリをご利用のユーザー数×単価で料金を頂い,いており、月間利用者数に連動して、当社への売上高が変わる契約です。 一つ前のスライドで説明しましたモバイル向けフィルターの主な契約モデル別の試案期推移についてです。スライドの左のグラフは3つの契約モデルの売上構成費の試案期推移を示しておりグラフの右にはそれぞれのモデル別の売上高と月間利用者数の全試案期費を記載しております。月間利用者数×単価モデルについては売上高、 月間利用者数ととともに増加となりました第2四半期には通信キャリア独自の期間限定施策が実施された影響でユーザー数が拡大していましたが施策が終了した2月以降ユーザー数の減少が続いておりました第4四半期において通信キャリアとマーケティング施策を実施したことで月間利用者数の増加につながりました一方 契約者数×単価モデルは、契約公開により今年4月から単価がアップした影響で、第3四半期では売上高が増加していましたが、価格スマホへの移行等のトレンドは引き続きと続いており、契約者数は減少傾向にあります。また、このモデルの月間流者数は今回は非開示とさせていただいております。これは、当社のサービスを提供しているアプリが、 各種セキュリティ機能を統合した新しいアプリへと切り替わるタイミングにあり新旧双方でのアプリ利用者の重複部分を調整することが難しいためです比較可能な情報の取得ができ次第改めててを検討しままいります。なお足元のトレンドでは大きく利用者数が減少していることは認識しておりません。固定契約モデルは売上高が横ばいで推移しています。 こちらについても血管流射数は減少という形になっており、その分析を行っております。今後の動向については通信キャリアと連携しながら注視していきたいと考えております。売上減価の推移です。第4四半期については人材採用に伴う労務費の増加やサービス開始に伴う減価償却費が増加しました。通期における PL での売上減価は6億2,800万円。 減価率は約33%です計画費では97.7%となっており通期としては計画通りにコントロールできたと考えております半間費の推移です第4四半期では第3四半期にお伝えしていた通り積極的な採用を継続したことによる採用費や人件費の増加東京オフィスの移転など今後の成長に向けた投資を実施した影響で 試案期の費用が拡大いたしました通期における PL での販管費は7億5000万円販管費率は約36%です計画費において99%となっており通期としては計画通りにコントロールできたと考えております営業利益の推移です第4四半期の営業利益は1億6100万円前年同期比129.6% 営業利益率は、三十点四パーセントです。第一四半期において、投資の後ろ倒しにより、大きく利益を計上しておりましたが。その後、第二から第四四半期にかけて、しっかりと投資を行いました。先ほど、お伝えしました通り、第四四半期においては、人材採用や。東京オフィスの移転等を行いましたので。四半期で見ると、営業利益は減少しておりますが、通期で見ますと、営業利益。 六億八千二百万円。営業利益率約三十三パーセントであり。前期比百二十六点三パーセント。計画比百十三点八パーセントであり。増益での着地となっております。第四四半期のコスト推移です。適宜ご参照ください。こちらは通期でのコスト推移となっております。適宜ご参照ください。 PS の推移です。増減額に着目していただくと、資産項目としては現金及び預金、負債項目では流動負債が増加しております。これは主に扉フンビズの販売、その他の前受金の受領によるものです。扉フンビズのメインの販売モデルは、5年から7年の契約期間分のキャッシュを契約時にいただきます。端末代は販売時に売上計上になるのに対し、 ライセンス料は契約期間で安分して計上していきますので、ライセンス料の一部については契約債となります。扉本ビズの販売が引き続き好調であることにより、現金及び預金と流動負債が増加しております。また、有形固定資産は東京オフィスの移転等の影響によるものとなります。最後に、期末配当についてです。2023年10月期の配当金については、17円と決定いたしました。 当社は配当成功35%を基本方針としております2023年10月期の業績と配当成功の基本方針に鑑み決定させていただきましたここからは2024年10月期の見通しについて説明させていただきます当社の強みの一つは独自の迷惑情報データベースですこのデータベースの質的価値 量的価値を高めること、そしてそのデータベースを多領域に展開することが基本的な成長戦略と考えております。データベースの的価値とは、具体的にはその保有するデータの項目を増加させることです。これまでも、E80 ブロッカーの買収等を通じ、データ項目の増大を図ってまいりました。また、データベースの量的価値とは、具体的には、月間1500万人を超えるユーザーからの フィードバック情報があります量が増えることでデータの精度は高まりその価値も高まりますこのような唯一無二のデータベースを通信業界だけでなくその他の市場にも広く展開していくことで特殊詐欺を防ぐという社会課題の解決に貢献し当社の企業価値の向上にもつながると考えております2024年10月期の業績見通しです前ページで説明した 成長戦略を実行に移し事業の成長をさせることが重要であると考えており売上高は23億5000万円営業利益は7億5500万円と計画しております2024年10月期においても増収増益での計画としておりますまた当社の事業構造が大きく変わらないことを前提としまして営業利益率は30%程度を維持する考えです 2024年10月期のサービス別の売上見通しはモバイル向け15億5100万円固定電話向け2億1300万円ビジネスフォーム向け5億7900万円と見込んでおりますコストに関する見通しです売上原価は7億1200万円販管費は8億8300万円を見込んでおり事業の拡大を見込んでおりますので いずれも前期を上回る想定です。2023年10月期での積極的な採用により、労務費や人件費が増加していることに加え、人的投資への投資は引き続き強化をしていくことを考えており、その費用の増加を見込んでおります。また、扉本ビズの販売増加によりまして、端末代が増加すること、 引き続き販促活動の強化を行ってまいりますのでその費用の増加を見込んでおります2024年10月期の業績に関する直近の動向について説明いたします一つ目がモバイル向けサービスの固定契約モデルにおいて2023年12月より契約金額を引き上げる形で契約公開をいたしました2023年12月からとなりますので第一四半期においては 2ヶ月分寄与する想定です次にミニロスフォン向けサービスにおいて2023年11月よりドビラフォンビズの端末販売価格の引き上げを行いましたこちらは2023年月11月から変更しており第1四半期から業績に寄与する見込みです引き続き2024年10月期の業績計画達成に向けて積極的に事業を推進してまいります 次に、えー、中期経営計画の下方修正についてです。2023年9月8日の第三四半期決算表の際にもお伝えしておりましたが、正式に中期経営計画の下方修正について本日開示をいたしました。2021年12月に2022年10月期から2024年10月期の3カ年の中期経営計画を発表いたしました。中期計画の達成に向けて活動を行ってまいりましたが、 外部環境ののの変化やと計画との差が発生ししその分析・対応を行ってままいりました2024年10月期の目標において社内で改めて精査したところ中期経営計画で描いていた2024年10月期の目標口には届かない見込みとなりました内訳としましてはモバイル向けサービスにおいては上振れでの見直しとなっておりますが これは中継策定時点で想定していなかった大手キャリア向けに迷惑 SMS ブロック機能を提供する契約の拡充や契約単価のアップが達成できたことによります次に固定電話向けはおおむね中継策定時点の見込みから外れておりません今後シェアの大きなパートナーとのライセンスもしっかりと進めてまいりたいと考えております 次に、ビジネスフォン向けにつきましては、中継・策定時点で最も成長を見込んでいた分野となります扉フォンビズは、NTT のセレクトアイテム化により販売が加速し、扉フォンクラウドも PMF をしっかりと行い、規約件数が伸長しておりますただし、中継・策定時点の想定には大きく及ばない結果となっており、より一層の販売体制の強化に取り組んでおります その他の事業につきましては繰り返しとなりますが2023年9月に HB4U を、えー、事業場としておりますので売上高が減少いたしますまた投資の面では中長期的な成長のためには人的資本への投資を継続する必要があると判断しておりますその結果営業利益につきましては中期を下回っての推移とな並見込みです 2024年10月期につきましては成長戦略に基づいた活動をしっかりと行ってまいりますその中で改めて中長期的な計画をお示しすることができると判断した場合には適時に開示してまいりたいと考えておりますまた本日付で自己株式の取得についても開示を行っております自己株式取得の目的は役員や 従業員への譲渡制限付き株式報酬の付与としております2024年10月期の業績見通しと当社の配当成功35%の方針を踏まえ2024年10月期配当予想は17円の見通しです今後も株主還元につきましては配当と合わせて自己株式の取得またその他の資本政策も組み合わせていきながら 株主の皆様のご期待に応えられるよう検討してまいります最後に私からサステナビリティレポートについてご説明いたします本日の決算発表と合わせてサステナビリティレポートを公開いたしましたサステナビリティレポートでは当社のサステナビリティや ESG の考え方 ビジネスを通じた社会貢献への取り組みや活動実績について記載をしております扉システムズのマテリアリティを4つに特定いたしましたマテリアリティ特定については SDGs 等を参考にし扉システムズの課題から約200項目の社会課題ロングリストを作成した上でステークホルダーにとっての重要性と 扉システムズにとっての重要性の二軸からそれぞれの項目を評価いたしましたサステナビリティ推進委員会での議論取締役での決議を経て決定しております扉システムズのマテリアリティは企業課題を通じた社会課題への取り組みとして一気候変動への対応二失敗を恐れず 挑戦する場の実現 3. コーポレートの充実そして事業を通じた社会課題に向けた貢献として 4. 番特殊詐欺グレーゾーン犯罪をゼロにという4つとしております価値創造プロセスとしては記載の通りです価値創造プロセスに当社のマテリアリティをプロットしております人的資本 資本財務資本等をインプットとして捉え行動指針や成長戦略に基づいて当社の企業活動を行いアウトプットとしてプロダクトを通じ、価値創造につなげております。今回の説明動画の中では詳細についてお話しすることは控えさせていただきますが 当社がどんな社会課題にどのように取り組んでいるかについて、株主・投資家の皆様には改めてご理解を深めていただきたいと思います。ぜひ、サステナビリティレポートについてもご一読をいただけると幸いです。中期経営計画の最終年度である2024年10月期の見通しについては、今回、下方修正を行うこととなりましたが、 当社はこれまで毎年、しっかりと成長してまいりました。今後も、私たちの生活、私たちの世界をより良い未来につなぐ扉になるという企業理念のもとに、中長期的な企業価値向上に向け、必要な投資を行いながら、継続的な成長を目指してまいります。以上、2024年10月期の決算説明とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。 thank <laughs> you